はい、こんにちは。見てください、ジャパントップチームになりましたよ、皆さん。ここもね、そうドガーンと。チームが変わってから、俺の動画では1本目になるのかな。はい、はい、トライフォースからジャパントップチームにね、変わってメガジムになりますのでね、今後ちょっと期待してもらいたいなということなんですけど、今日はこちらの方、ソーダさん。はい、ソーダです。よろしくお願いします。とコラボになります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こちらの方、なんとこのジャパントップチーム会員さんで、半年前ぐらいでしたかね。はい、あの僕がその結構一般クラスにも時々俺が参加して一緒に指導したりとかスパーリングしたりっていうのをやってるんですけど、その時にね、ソーダさんとスパーリングをして、はい、その後に実は私62歳なんですということをね、そうですね、伝えられて、はい、62歳でスパーリングをバチバチやってるというのが衝撃だなと思って、で、まあ、今日ちょっと紹介させていただきたいなということで動画を回してます。今日よろしくお願いいたします。カイさんとですね、 MMA のスパーリングをしたわけなんですけど、カイさんがこう来られて、ぜひとも一緒にしたいなと思ってですね、頼んだら心よく受け入れてくださってやってくださったんですよ。で、結構62歳相手でもですね、きっちりとやってくださるというかですねこう蹴ってポーンとこうやってくれるっていうのがすごくいいなと思いました。62歳で1年半前からさ、そうですね、1年半弱ですね。何をきっかけにこのジムに入られたんですか？そもそもですね、そんなジムがどこにあるかっていうのも分からずにですね、はい、そういった時に YouTube とかのおすすめでですね、喧嘩自慢とかいろいろ出てきて、で、ため池山王のジムがこうあったので、こういうのがあるんだって言って体験申し込んできたっていうのが最初で、で、藤野さんのクラスだったんですけど、体験でこう入った後にはもう入会手続きとグローブとレガースを買ったという、はい、それが一番最初ですね。すごいですね。で、それから今週何回ぐらいから終わる？今週基本4回で MMA2 回と、でキックボクシング1回と柔術1回ですね。すごくない？でも成果っていうのがすごくあるんですよね。格闘技やってて、その普段の見た目もまず変わりますよね。そうですね、体つきがすごいですね。目に見えるところで言うと、体重が入った時は76、7キロあったんですよ。それが67キロとかにですね、もう3ヶ月ぐらいで9キロ減量。だって今週4で通われてますね。したんですよ。すごいっすね、この60歳になってもね、激しいスポーツを挑戦するっていうことが本当にすごいし、でなんか相田さんもね、60歳でこう始められてできるじゃないですか。はい、だからなんか若者にもっと格闘技をやる人が増えてほしいなっていうのは思います。で、今日はまた僕とスパリングがしたいってことで。そうなんですよ私の方からちょっと提案させていただいたらやろうっていうようなことで、具体的に今回ね、相田さんからぜひこの60歳の僕がこんだけできるなら、なんか若者もなんか頑張って入会しようっていう気持ちになると思うから、ぜひ紹介してほしいっていうことで、ね、今回、ね、この企画が成立したんですけど、スパーリングね、はい、ぜひともやるということで、はい、やりますか。はい、やりましょう。はい、お願いします。はい、よし、じゃあ手加減なしでいこうと思います。お願いします。親父狩りをしたいと思います。じゃあ行きますね。
強くない？強いわ。パンチ重い、めっちゃ。大盛りやられるぞ。いや、絶対無理。30秒でボコボコにされる。斉藤くんやられると思う。うん。前に出れるのがすごい。いや、すごいよ。3分間、だってずーっと追っかけてたもん。やばいっすね。やっぱね、怖くて前にね、出れない人多いんだけど、やっぱ相田さんは前にね、強いですね。いや、62歳だよ。すごい。いや、すごい。マジですごい。ちょっと若者に一言言ってもらっていいですか？そうですね。体って60歳になっても目標を持ってやると進化していくところってあるんですよね。他人がどうのこうのと違って、自分の中でやれることっていうのが増えていくのがまず気持ちいいのと、私も50の半ばから筋トレして30、40の時よりもできることが増えてきたので、まだまだみんな20代、30代の人やれますので、ぜひとも一緒にリングで戦いましょう。はい、ね、62歳のね、相田さんがこんなにねバチバチのスパーリングやってるんでね、ちょっと若者を負けずにね、格闘技をねやりに来てほしいなと思います。このジャパントップチームに変わりましたけど、一般のクラスもありますんで、ぜひあの会員さんたくさん募集してます。で、時々僕もこうやって一緒に会員さんとスパーリングをしたりとかねしますんで、ぜひ、ね、格闘技やりたいなって思ってほしいから、あの気軽に来てください。そして、あの実はこの相田さん写真家なんですよ、はい、カメラマンで、はい、で、今日はこのジャパントップチームにこの、ね、ジムも変わったんで、なんかかっこいい写真を撮ってもらいたいなと思って、イケてる写真を、あ、ぜひとも撮ってください。今日撮りたいなと思います、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、始めました。かなり本格的です。おお、すげえ。おお、かっこいいですね。おお、かっこいいですね。どう？背中ごつくない？おお、ちょっとセクシーですね、かなり。よし、そしたらその次に。ちょっとエロくない？大丈夫か？大丈夫か？エロい。コアな感じが。ちょっとエッチっすね。ちょっとエッチですね、これは。なんか違う感じになっちゃった。グラビア。グラビアみたいな。まあいいんじゃない？グラビア撮影。ジャパントップチームはめちゃめちゃ目立ってる。グラビア撮影。うん。ジャパントップチームってかっこいいよな。かっこいい。トップって言っちゃってるもん、うん、やっぱね、こう何恥じるね、選手がそういうチームにしないといけないから、そういうことですよね。気が引き締まるよ。これいいよ、これいいっすよ、これかなり。ちょっとこっち向いてもらえますか？そう何してんすか？パンプアップしてくださいっていうあの指示が入りました。はい、じゃあそれでいきますよ。お、これかっこいいっすよ。これいいです。はい、ということで、相田さんにかっこいい写真を撮ってみました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。あの、スタジオが後楽園。後楽園。じゃあ、なんか写真をお願いしたい人は、ぜひ、あの概要欄に貼っておきますので、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。これからもよろしくお願いします。はい、これからよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。